お疲れ様です。いただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます、幹事社のテレビ朝日の森本と申します、はい、よろしくお願いします。まず私から2問質問させていただいて、その後の集まっている記者に、あ、そうですか、はい、ちょっと質問をしてもらうでしょうか、はい、マスクどうしましょう。マスクは取らない方がいいです。ちょっとみんな怖いから今は、はい、もうどこでもこうさせてもらってますので、はい、はい、大丈夫です。分かりました。では、質問させていただきます。15日で、はい、めぐみさんが帰されてから43年そうですね、思いますけれども、はい、今の率直な思いについて教えていただけますでしょうか。そうですね、もうなんかもうなんて言っていいかわからないですね。私だけじゃなくて、まあ、被害者の方はね、みんな同じ思いだと思いますけど、まあ、どうしてこんなに解決できないのかなっていうのがまず不思議なことと、あまりにも長いので、ね、そしてまあ、なんて言ったらいいのかな、もうなんかすごく虚しいですよね。虚しさっていうか、そういうものが、まあ、他の方もそういう思いじゃないかと思いますけどね、それしか言いようがないですね。6月にしげるさんが亡くなられて、はい、まあ、半年近く経ちましたけれども、その、まあ、約半年間どんな思いで過ごされましたか。もうそんな思いとかあんまりそういう細かい感情でなんかしてるような状況じゃなくて、もう私たちずっと前からですけどね、もう非常に異常事態の感じをずっと背負ったままの感じだから、だからまあ、亡くなっていくのは私たちもそうですけど、みんないつどうなるかわからないっていうのは初めから分かってますし、だけど主人の場合は本当によく頑張ったと思いますしね、まあ、それを見てきたんで、まあ、あれだけ一生懸命に頑張って頑張って待っていても、40年過ぎても一目も見ることができない、それはうちだけじゃなくて有本さんもお母さんもそうでしたし、他の皆さんもね、お父さんお母さんみんな亡くなって、本当あと2人だけは親が残ってるっていう、まあ、本当異常な状態が起きている、まあ、この国のね姿っていうのは何なんだろうかなっていう、まあ、大きく言えばそんな思いですね。どういうことになっていくんだろうっていう感じですね。それは我々だけじゃなくて、日本がまあこういうふうに他の国から軽く見られて、大事な子供がいっぱい連れ去られていても、40年かかっても何にも誰も5人以外は誰も救えないんだなっていうの、やっぱり人間としてどの国の人が見てもおかしいねって思うんじゃないかなと思うんですね。そういう国であっては本当にいけないし、まだまだこれからも若い人たちが生きていかなきゃなんないんで、大事な日本なんで、まあ、そこまで大きなことを考えなきゃなんないほどの問題だったんだなっていうのをね、実感していますね。わかりました。では各社の方から質問ありましたら挙手でお願いします。質問お世話になります。しげるさんこのお誕生日も14日、はい、めぐみさんが亡くされたこの日も、そうですね、続けてね、れ不思議なことですね。いない中で初めて迎えることです、はい、なんか虚しいんですよね。ただなんていうか、もう本当に流れていくような感じですよね。自分自身みんながこうさーっと連れていなくなっちゃうんだなっていうの思いがね多くて、もう全力を尽くしてきたんで、両方とも体力的にも弱ってますし、まあ、精神的にももうこんだけ頑張っても、たくさんの方にこれだけ頑張っていただいても、なんで帰ってこれないんだろうって、すぐ隣の国なのに本当何なんだろうっていう思いばっかりで、
あんまりこう現実的にお誕生日だとか亡くなった日だとかっていう、もうそういうことの、もうなんていうのかな、あんまりそういうことを、そういうことをこうもうなんか考えられないような、いいですか、すいません、そういうふうな感じでね、なんかこう虚しいなって、本当にこういう虚しいことだなって。でまあ向こうにいる人たちがね、もっと大変だろうと思いますので、はい、はい、その中で日本ではその安倍政権から菅政権に変わり、はい、今アメリカはそのまだ敗北宣言されてないんですけれども、あのトランプ大統領の長をバイデンさんが上回り、はい、あの勝利宣言をされたというふうに、あの家族会の皆さんが2度も面会してきたトランプさんが、そうですね、変わられるという、まあ、それもね、やっぱりあのもう本当に一つの流れでね、人間の生活そのもので、あの別に日本の中だけじゃなくて人ですからね、みんな人の中での問題なんで、いろんなことが起きていくんだなっていうのをまた改めてあの、まあ、見てるんですけど、やっぱ思ったようにはならない、何でも そんなに簡単にこうだったらいいって誰でも思ってるんだけど、まあ、個々の生活でもそうですが、こうなった方が絶対いいって思っててもならない、だけどそこでどうして生きていかなきゃならないかっていうことが問われ続けてるのが、まあ人間のね生活だなって、いろんなことをあの教えてもらって、なんか、まああのまあ、バイデンさんになられてもその方なりのまた良さもあるでしょうし、でもやっぱりいろいろニュースとかあの専門家の方のお話とか聞いてるとやっぱ難しいですね、いろいろどうなっていくのかはね、私たちにはもう本当にあの正解できないし、私たちはもうとにかく拉致問題のような残酷なことはあちらがもう認めてるんですから、その後嘘をついてあの何にも言ってこないっていう、そういうことをやってるのに誰が見ても悪いわけで、それはやっぱ世界中がね言わなきゃいけない大きなことだと思いますからね、そういう感じですね。はい。この朝日新聞さん、お世話になります。いつもお世話になってます。こちらこそです。あの10月24日に、はい、あの国民大集会の折に、はい、あのその茂さんのあの別れ会がありました。あ、ありがとうございました。そこにあの菅総理や加藤大臣も含め、あの多くの方が参列されました。はい、はい、これになんていうのか、参列あの出席されていて、どんなお気持ちだったでしょうか。そうですね、まあ、本当はあの普通の家族なんで、あの普通に暮らしていれば、もう本当に普通の葬儀でね、みんなそうやって誰しもが過ごしていくことなんですけど、まあ、特別こういう状況であのニュースとかに取り上げていただいて、あの証明もいただいたりとか、あらゆることでこう外に動いてきたわけで、そういうことで あんなふうにね、皆さんがあの心を込めたあのそれぞれの思いの中で、あんな立派なお葬儀お別れ会をしていただいたなっていうことは本当に感謝でしかないし、お父さんも本当にあの皆さんにあんな高いところからね、よくしていただいた方々に一人一人こう目を向けて、まあ、霊的なもので答えてたんだろうなと思いながら写真を見ておりましたけどね、あの本当に普通だったら普通の人なんで、私たちはもう大変なことになったなっていうような、あの本当にこんなにしていただいていいのかなっていうような思いでおりましたけど、ありがとうございます。はい、あのもう一点、あの19日の木曜日にはですね、あの恒例の祈り会がなんか200回目を迎えるということで、これもその斉藤さん、牧野さん、辛坊さんをはじめ、そのあのキリスト教の信仰のお友達の方々がずっと、はい、そうです、佐紀さんと共にやってらっしゃったということだと思うんですが、はい、そうですね、これについてもあの200回の節目というところで、節目がいいのかどうかわからないんですが、はい、ご感想を。もう本当にあの42年っていうのもすごいですけど、やっぱりあの200回もね祈り会を続けてきたっていう、まあ、海外の国
クリスチャンの方もみんなそうですからね、もうそれは形も含めての祈りですから、そこに集まらなくてもね、みんな同じところで祈ってくださってますから、そういう意味では私は本当にそのところで苦痛から逃れて今日まで生かしていただきましたので、本当にそういう見えないんだけれども、ものすごい霊的な方と共に歩んでこれたっていうことは本当に感謝のことで、もう本当に感謝しかないですね、皆さんに対して。はい、ずっとその拉致が分かる前からですね、はい、こう定期的に週1回とか月1回とかずっと続けてお友達と一緒にですね、はい、新潟でもその東京に来られてからでもですね、はい、その辺の何ていうのか、こう続けてきたことについての何か、そのお友達の皆さんが続けてきたことについては何か、祈りのことですか。そうです、はい、それはキリスト教っていうのはそういうもので、やっぱり形だけのものじゃなくて、本当に自分 のそれぞれの一人一人の心の中に自分というものをしっかりと見つめて、いつ罪を犯すかわからないものなんだということ、誰もがね、そういうことをやっぱり聖書を通して教えていただいて、そういう人たちばっかりが本当に洗礼を受けて、クリスチャンになって、本当にそういうものですっていうことを認めないと、私は違いますっていう間は神様に肩も下げないですよね、人間はね。私もそういう時みんなそうでしたけどね、誰もがそういうもので、だからやっぱり聖書を読んで、本当に何て言うのかな、今も本当見てても分かるように、本当にこの拉致問題を真剣に考えればね、自分の子供がこんな目に遭って、他国の悪い思いの中で、誰かのそういう悪の思いの中でそれがこう広がって、こういうことになってきてるわけですから、そういうことをやっぱり根本的に本当になくそうと思えば、やっぱり一人が自分っていうものがどんなものかっていうことをしっかりと見つめるようにならないといけないっていうことを教わったので、それは私の人生にとって大きなことでしたし、別にこんな悪いこともしたとかね、こうあれも悪いことしたとか、そんなことはみんな思ってないんだけれども、やっぱりもっともっとその根源的な、その人の何て言うのかな、自我っていうか欲っていうか、こちらよりもこうなりたいとか、こちらよりもこうでありたいとかっていう、そういう争いのような思いをみんな誰もがこう持ってるような、そういうものが人間なんだっていうことを教えられたので、それはやっぱ本当にそういうものにならないように、いつも神様の、清さの中で少し損をしたりとか苦しかったりとかいろいろあっても、きちっとそちらに向かっているっていう態度を一生持たせていただいたということですね。それはもう本当に失敗もするけれども、感謝のことだったなと思いますね。はい、だから皆さんも祈ってくださった方、みんなそう思っていた方が集まってるわけですから、みんながみんなそれだから真っ白で神様みたいだっていうことは絶対人間である限りないんですけど、それでもやっぱり初めの生まれたまんまの人間として育ってきたまんまの自分ではないものに変えられるんだなっていうことは、はっきりと私は思いますので、そういう方たちと一緒に祈りを持って、いろんなことに付き合ってもその中で平和に過ごしてこれたっていうことですね。皆様方とも本当によくしていただいて、本当にありがたいことだと思っております。どうぞ。新潟日報の遠藤です。いつもお世話になります。ありがとうございます。先ほどのその茂さんのお別れの会ですけど、はい、国民大集会で、菅総理、加藤官房長官、安倍前首相も、はい、いらっしゃったと思うんですけども、はい、拉致問題は最重要課題だというふうにも、おっしゃってましたけれども、その言葉を聞いてどう思われたのか、改めてですね、節目にあたって、政府に、求めていきたいこと、もしあれば教えていただけます。そうですね、何年も何年も同じことを私たちは訴えてきているわけで、あの時だけじゃなくて、誰が生きていようが亡くなろうが、子どもたちを返してくださいっていうことだけ言ってきてるわけで、家族会は全部そのためにそうだっていう方々が一緒に
支えてくださってここまで来てるわけですからね。だから そういうことをどうしてこんなに長く誰が考えても何でこんなに長くかからなきゃなんないんだろうって、もう悪いものも分かってるし、でそれをこう正さなきゃなんないということも分かっていて、取り返せなくて、向こうではどんなふうに暮らしてるかも分からない、本当に想像しかつかない中で、まあ、みんなが苦しみながら頑張っているわけですけども、なんかそういうことを何度言ってもなんでそれがこう成就しないのかっていうことが分からないんですね、私たちはね。そのために日本の国家の国民のために、国民や国家のためにあそこにいらっしゃる地位の皆さん方ですから、それも国民が選んで信頼して当たり前のことぐらいはちゃんとやってくださるだろうと思い続けてきたわけですからね。それがなぜこんなにかかるのかっていうことが本当不思議で、一体何があるんだろうっていうか、そういう、まあ僕も相手方も悪いんですけどね、確かに難しいんで、そういうあんまりこう感慨深くないその資料がいるところで、ああいう核がものすごく作られ続けてきたって、それもやっぱ前から私たちが核を作ってこんなものができたら大変なんだって、もう最初のね福会の佐藤さんの初めからも言い続けて、核弾頭が乗っちゃったらもうどこへ飛んでくるかわからないんだって、もう何年も前からねそこまで言い続けていても、本気でそれをこう考えていなかったんじゃないのかなっていう思いで、今もやっぱり本当にのんびりしてるんですよね。もう目の前に迫ってきてるような感じがある。私なんかやっぱり本当怖いんじゃないかなと思うほど、パーンと飛んできたらもう本当もう何にもなくなっちゃうような状況でしょ。この日本なんて小さいからね。だからあんな広島とか長崎のね原爆のああいうふうなことも広島にも住みましたので、資料館も見たりテレビも見たり、本当にそういう本当に現実に起こってる、もう信じられないような残虐な残酷な何にも悪くないものがああいうふうに焼けただれてなくなってしまっていくっていう、まあ、そういうことも経験してるわけですからね。そこがあれば本当にもっとこうね大変な時にそうだってものすごく力を入れて動いてくださらないのかなっていうのは分からなくてですね、もう本当に菅さんにも今度お願いするしかないし、とにかくもうここで頑張っていただきたいと願ってます。もう一点よろしいですか。はい、11月15日は、多くの国民にとってですね、拉致問題についてその関心を寄せる日だと思うんですけれども、はい、この国民に向けてですね、拉致問題解決に向けて早紀江さんからこう、何かこう、協力というかですね、呼びかけみたいなものがもしあれば、教えていただけますでしょうか。そうですね、もうやっぱりもういつも同じこと言ってるんですけど、人事じゃないんだということですね。日本国民のみんなの問題で、さっき言ったようにどうなるかわからないほど切迫したね危機感みたいなものがやっぱり知らないうちにいろんな国々からもわーんと上からこう見られてるところがあって、本当にどうなるんだろうなっていう、コロナもそうですけどね、怖いことが起きてるなって思ってますのでね、みんながこう日本をとにかく本当戦後すごい回復をして立派に立ち上がって、本当にもうあらゆるものが揃って、私が小さい時のような戦後のね食べられないこと経験もしてないし、子どもたちもみんなね、だから本当にそれは当たり前になってるんだけど、やっぱりこう本当に何て言うんですかね、飢餓とか、今北朝鮮もそうですけど、飢餓とか、病とか貧困とか、そういった目に今まで考えてもいたこともないようなことを本当に経験すると、やっぱり人っていうのはやっぱり考え方がそこまでいかないとやっぱり変わっていかないのかなっていうようなね思いがあって、あんまりこう平和にこう使ってないでね、やっぱりいろんなことを学んでいっていただきたいし、生徒さんたちはやっぱり特に純真ですから、
よく分かられるんですね、話させてもらうとね。本当にもう今日もお父さんと喧嘩して出てきたのにこんなこと言ってるのはもうとんでもないことだったって泣きながらね、におっしゃいましたよね。男の子なんかでもそうですけどね、もうそんなの聞いてるとね、教えてあげればね、本当に分かるんですよね。だからやっぱり学校も拉致問題を取り上げてもやっぱりそんなややこしいものをね、学校に入れたくないとかっていうところもいっぱいあると思うし、そういうことじゃないんですよね。その本当にもっと根源的なものがやっぱり子どもたちに分かってもらえれば守っていけるのにっていう思いがねあるんで、そういうところをやっぱりもっとこう教育的にもね対応していただいて、もっと力にね入れて子どもたちに教えてあげてほしいと思いますけどね。そんなことぐらいしか言えないですね。ありがとうございます。どうも。ジャーナリストの高橋浩介と申します。どうも。NK ニュースとか北朝鮮関連のニュース英語サイトとかに記事書いてます。以前も取材してくれました。ありがとうございます。キム・ジョンウン市議委員長に同じ親として今改めてその親の思いというかメッセージをですね、彼にどのような今メッセージを届けたいのか、ぜひ、私も記事に伝えたいと思うのでよろしくお願いします。そうですね、本当に分かってくれる人だったらね、もっととっくにそれをできていったと思うんですよね。だからその体制が違う国だし、人間なんて全然人間と思ってないような部下であろうが兄であろうが気に入らなければすぐに殺してしまうというようなそういう国なんで、普通のそういうなんていうか情緒的な情感的な思いで伝えても そんなことは絶対耳に入らないんじゃないかと思うんですよね。だからなかなかそこが難しいんだろうなと、こう外交もねなかなか難しいんだろうなといつも思うんですけど、まあ、トランプさんがあんなふうに拉致問題をね言ってくださった時は知らんわそんなの知らないって初め言ってたらしいんですけど、3回ぐらいおっしゃったらしくて、でまあ少しは考えるような感じも見えたような状態だったんだろうなと思うんですけど、まあ、こんなになっちゃってちょっと動きが止まってしまうのかなと思いますけれどね。だから一番それは私たちも一番初めからお願いしていて、安倍さんにも何度もお願いしましたし、とにかくこちらが積極的に日本が積極的に自分から能動的に動いて何らかの形で、まあ、ジョンとちゃんと会ってね、ジョンさんと会って理屈抜きで話をしてくださいと、それはもう前からお願いしてるんですけれども、そこがなかなかそういうふうになっていかない難しさがねやっぱりあるんですね。向こうのせいもあるんですけどね、日本はどうしてそこができないのか分かりませんけど、だからやっぱりジョンの心に本当に分かっていただくように拉致問題をきちんと話していただいて、でその喜びはもう日本中にはすごい喜びになるんだと、全部が喜ぶことなんだから、そのことによってねこちらも北朝鮮の今もね大変だからね、そういう時にちゃんと食料でとか医療品とかいろんな形でお手伝いできるように仲良くできるといいですねっていう形でね話をしていただける方が欲しいと思いますね。まあ、そんなぐらいしか私は分からないですね、難しくて。あとすみません、追加で、はい、今、菅政権になったじゃないですか、はい、これ、良いきっかけになるかもしれないじゃないですか、はい、でその際に、小泉さんの時は拉致問題、被害者帰ってきて、で安倍さんとこんな長い期間、政権としても、拉致被害者一人も帰ってきて、そうですね。そのなんでその安倍さんと小泉さんこんな違って、どこが政府してどこがダメだったのかっていうのを、もうそれは私たちがいつも思ってることで、本当になんで違うんだろうっていつも思って、本当誰もがそれを感じていらっしゃることだと思うんです、日本中がね。なんでこんなことやってるんだって、みんな。まあ、やってらっしゃるんでしょうけどね、一生懸命ね、どっかではなんか分からないけどね、何にもめぐみちゃんのことはもう本当に分からないし、あのまんまで。どんななっちゃったのかな、どんななってるのかなっていつもね思いながらいるんですけどね。だから
本当にもう本当に教えていただきたいですね、こちらの方が。はい、ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。はい、まず1点目が、はい、ちょっと繰り返しになるかもしれないですが、43年前の11月15日に、はい、めぐみさんが拉致されて、はい、その当時本当にその、まあ、学校帰りで、はい、どうしてこうお家に帰ってこないのかという、はい、そこから始まったと思うんですね。はい、でまあ、その日を振り返ってということと、はい、まあ、この43年間やっぱりその苦しみがすごくこう深まって、はい、慣れてるんじゃないかと思うんですが、はい、もうそれはもうずっと言い続けてきてるんですよ。もう今はそんなことを言うほどでもないほど、毎年この日になると、もう10月が来ると嫌だなっていうぐらいになってきて、で、まあ、15日になると本当にもう やりきれない思いがしますし、あの時も思い出したくもないぐらい切なかったしね。あそこの夕方、今頃の夕方は本当にもう背筋がさーっと寒くなるぐらい嫌な思いが残ってますからね。そこで毎日暮らしてたわけですからね、大変なやっぱり忍耐をしてきたなと思いますね。だから分からなかった20年っていうのは本当に辛かったですよね。20年分からなかった、拉致されたってことも分からなかったし、北朝鮮からそんな拉致をするために話された工作員がいっぱい入ってて、日本のいろんな人たちを拉致していったって、今になってそうなって分かってきましたけど、誰も国民は知らないですよね。新潟の方たちは知ってたのかなっていつも思うぐらい、知ってる人もいたのかもしれないなとかね、いろんなことを本当に思い悩んでね来ましたけどね。だからいなくなって一瞬何が起きたか分からない、そしていくら探しても何もない、警察に行っても分からない、分かりませんってもう一生懸命やってくださってるんですけど、それでもどうしたんだろうって思って、もう海を探したりね、泣きながらもう本当に絶叫して泣きながら歩いたりとか、もう今もう考えたらもう恥ずかしいような生活をしてたなと思いますけど、反狂乱になる時もあったしね、家の中でもうそういう時期を通って、さっきも言ったようなその信仰に導かれて、やっとそこで、ああそうかっていうか、なんか何ていうか、もう救いって言うたら変ですけど、もう救いですね、精神的な救いをいただいて、それからずっと今日まで本当に守られてきたなって感謝してますけどね。もう本当こんなねことがもう本当誰に起きてもね許せないですよ、本当に許せない。もう誰のお子さんであっても、誰のお父さんお母さんであっても、こんなねカッと連れて行って、そして向こうの人にしてしまうわけですね。もう教育してたわけですからね。だからもう全然人間が変わってしまうわけでしょ。そんな大変なことが起きてるのに、なんでこんな時間かかって助け出せないんだろうっていうのを、もう私たちはもうみんな不思議で、家族会の人たちもほんと何なんかなって言ってやっぱり言うようになるんですよね。こう皆さんもそういう意見出されるのと同じで、誰もが考えて思ってますね。まあ、そんな変なことでいいんですかね。ちょっともうどんな方に言っていいか分かりません。ありがとうございます。あともう一点、はい、めぐみさんに今、北朝鮮で生活をされているめぐみさんに対して、はい、今かけたいお言葉あれば。いつもかけてますけどね、産経新聞さんなんか特にめぐみへの手紙を取り上げてくださってるから、しょっちゅう声をかけてますけど、もうただやっぱり私もそうですけど、やっぱり年がいくと本当に息切れがしたり、こうやって話してても元気がなくなるんですね。だからやっぱり元気でいないと、お父さんもやっぱり力尽きましたけどね、あんなに頑張っててもこれだけ時間かかるともう耐えられない病気が起きますからね。だからやっぱ元気でいないと感情的に喜びがあって話せなくなってしまって、帰っては来たけど誰もいなかったっていう、また違った悲しみを味わわなきゃならないっていうことを、早く救わなきゃいけないだけど、やっぱり健康でいてくれることですね。とにかく元気でいてくださいっていつも最後に言うんですけど、私も元気でいるからって、元気でいること
そしたらこう考え方も、まあ、いろいろ考えられるし、生きてるってすごいことなんだなと思いますよね。お父さんがいなくなって本当にいなくなっちゃったんだなってね、やっぱりあの時に会いした時にアホだなとか言ったらうーんって言って、よく見たら いたのに今はもう本当にいないんだって、何にもなくなっちゃったんだって思うとね、かわいそうでね、非常になんか切なくなりますからね。やっぱり元気でいないといけないと思いますね。元気でいてください、それだけを思ってます。今のお話のちょっと続きになりますけれども、はい、最近はそのお父さんの写真など、はい、毎日、はい、どんなふうにお話をされてますか。そうですね、あの、まあ、あの総理大臣が変わられた時はね、新聞読んで、あの新聞もこうやって見せてあげたりして、もう菅さんがね総理になられたからね、あの頑張ってくださると思うよって、もうだけど長いよねとかね、本当に言いながらお祈りして、後にあの話しかけていろんなこと話してますね。ご飯が食べられないからかわいそうだと思ってね、ずっとご飯食べられなかったから、それが一番かわいそうでね、いつもあのなんか食欲がないんだと思うんですよ。なんか全然おいしくなくて、何食べてもから他に何にも食べられなくてかわいそうだね、お父さんごめんねなんて言いながら一人でぼそぼそとご飯をいただいてますけれども、しっかり食べてそうですね、元気でいないとねいけないんだけど、はい、ありがとうございます、はい、すいません、日本テレビの高尾です。いつもありがとうございます。あの先月あのめぐみさんのお誕生日に寄せた会見の時にも、はい、あの今もお話ありましたけれども、あの関根さんちょっとあのご飯なかなか食べられないです。あ、そうですね、食欲がねなくなっちゃった。最近はご体調の方はいかがですか。うん、やっぱり年いってくるんですよ、日ごとに。だからやっぱり昔のような元気はないですね。あの、なんて言ったらいいのかな、食べられない、食べたくない。一生懸命食べれば食べられるんですけど、美味しくないしね、本当に。あの、なんていうのかな、体中が痛いとか、もうあの足がちょっとかっけのようにこう、もう上がりにくいとか。いろんなところであのそういうのを感じるようになりましたのでね、あのしょうがないですよ、これはみんななるんでね。だけど早くあんまりそうひどくならないうちに帰ってきてほしいと思いますね。はい、あの明後日の15日にはまた新潟で集会があります。ああ、そうですね。早紀江さんはなんかその新潟の案内を見るとビデオをメッセージ、あ、もう取りに来てくださっているので、哲也さんが現地に行かれるというふうに発表されてます。はい、毎年こうやってあの新潟日報をはじめ新潟の地元の方々がですね、はい、こういう集会を開いていることについて、まあ、それはなかなかあの新潟のことを思い出すのはしんどいと思うんですが、いやいや、そんなことはないんですけど、はい、それはもうあの本当にありがたいことです。もうあのこちらの方もそうですけどね、朝霞の会の方もそうですし、あの向こうのクラスメートの方とか先生方とかいつもお電話いただくんですけどね、よく話してますけど、本当にあの時のことをもうそのまま思い出しちゃうねなんておっしゃりながら、頑張ってるからねってみんなあの励ましていただいてますし、やっぱりあの人っていうのは本当にそういうふうに温かいね、あの突き放さないものをみんなが持っててくださってるんだなっていうね、そのことはやっぱり大きな力ですよね、私たちにとってはね。だんだん弱っていくんですけど、まあ、どこまで行ったらもうダメになるのか分かりませんけど、本当にそういう方々に支えられて今日まで来れたんだなっていうのは、あのいろんな講演会に行ったところもみんなそうですけどね、あの本当にあのいろんな方にお出会いしましたし、みんないい方で、そういう方にご出会いして、年を取っていくことができたということは本当にありがたいなと思っています。あの毎日新聞の斉藤と申します。いつもどうもありがとうございます。ありがとうございます。あの今の新潟での集会などに関連してなんですけれども、はい、あの近年はなかなか竹さんご自身がもうちょっとしんどいですね、旅行とか、まあ、当然コロナのこともあってちょっと無理だしね、今ですけど、はい、その署名とかもですね、なかなか外に立たれるということも、はい、それはもうないですね、もう、はい、ですけれども、
の活動に今その直接的にはなかなか難しいっていう現状についてはどのように。そうですね、やっぱりもうあの今日もちょっとしんどいんですけど、あの声がねやっぱ出なくなってきてるんですね。あのかすれちゃって、お腹の中からこう声を出さないとあの聞こえないようなとこがあって、そういうな場合にあの講演会っていうのは30分ぐらい話してるわけでしょ、ずっと続けてね。それはものすごく しんどいですね。でもそれがちょっともう難しくなってきているのと、だからあの地方にこう出て電車に乗ってこう行ってっていう、またああいうことが前はもう気軽にバーッと飛んでいけたんですけど、ちょっともう足元も危なくなってきてて、あのみんなに心配かけますんでね、あのそういうことだけはもうできなくなって、もう全部あの当直をみんなお断りしてビデオでねお願いしたりしております。本当はその行きたい、参加したいけれどもう、そうですよ、もう元気であればね、はい、息子さん方にやっていただいて、あるいは支援者の方もたくさんいらっしゃるから、はい、まあ、そこはもうお任せしてという、まあ、本当はねもう政府がやっていただかなきゃならないことなんですよ。いつまでもね40何年もねかかって、まだ国民がわいわい言わなきゃならないっていうのも本当におかしい話ですよ。だからそれはやっぱりあのもうちょっとこれからの政府の方は真剣にそれをね考えて早く解決しなきゃっていう気持ちであの動いていただきたいと思っています。ありがとうございます。もう一つなんですけれども、はい、あのさっき出た祈り会で、はい、長く続いて、はい、あの支援される方が本当にたくさんいらっしゃって、はい、ということであの感謝されているという思いというふうに伺ったんですけれども、はい、長く続くということは、はい、まあ、それだけ複雑な部分もあるというか、まあ、単純に解決していない、うん、解決するまではね、はい、帰国するまではもう絶対あのそれは祈るっていうことは私たちのもう当たり前のことですからね。だからそのことだけを祈ってるわけじゃなくて、やっぱりあの本当に私たち あのお友達でも一生懸命やっててくださった方がもうお年を召してあの病でやっぱり 寝ている方もあるし、いろんなことが起きますよね。そういうこともみんな含めてみんなでお祈りしてるわけですからね。なんかそんなこれだけ祈りましょうとかそういうことじゃないんですよ。もう大きな意味でね祈りがあの大事なことなんで、それを私たちは続けてるだけで、みんながそれは最後まで自分が天に召されるまで続くことですね。帰ってくる、あ、帰ってくるのも、はい、もちろんもうお父さんみたいになっちゃうこともあるかもしれない、私も分かりません。それは早くしないとね、みんなそうですけど、だけど祈りっていうのはずっと、もっともっとずっと見えないけれども、あの大事なもので、誰もがそういうふうにあの純真な心で祈るっていうことがね大事なことだと思います。ありがとうございます。ごめんなさい、もう一つだけちょっとあのちょっと話になってしまうかもしれないんですけども、14日のお父さんの誕生日に、はいはい、めぐみさんが串を渡した、あ、今日持ってきたんですよ。あ、そこの話に入って今まさにそのご自宅でどういうふうにされてるのかなっていうのを考えてたんです。ごめんなさい、ちょっと持っていった方がいいかなと思って、これね、あの、この串をね、あの、このめぐみちゃんに見せてあげるために、大事に取っておいてくださいという、こういう、あの、綺麗なサックをね、わざわざ作って送ってくださる方があったんです。もっと前ね、ここに書いてある。めぐみちゃんの大切な串入れに、って書いて、ここね、作ってくださったのかわかんないんだけど、そこにこれを入れて、このごろはちゃんとも入れてありますんでね、もう本当にこれもボロボロになりましたけど、なんかこういうことでさえも小さなお心遣いなんだけど、本当にあの思ってくださってる思いっていうのがね、これだけじゃなくていろんな本当たくさんの方に、全国のいろんな方にあのこういう心のこもったねものを送っていただいたりね、励ましの手紙がもう山のようにあるぐらいいただいてまして、もう整理がつかないぐらいいただいてますからね、段ボールに何箱もあるぐらい今も毎日いただきますから、それほどやっぱりもう皆さんが一生懸命に感じてくださってるのも分かるんですけど、なんでこんなに動かないのかっていうのも分からないんです。
共同通信の岡松といいます。はい、どうもお世話になります。先ほどの確認で、犬飼いのなんですけども、はい、始められたのって何年経ったかっていうのは、確か前から9年からあったと思うんですけども、なんか200回続いているんで、ちょっと私それメモしてないんです。はっきり覚え、そういうの細かいところは私わからないんですけど、もうめぐみさんのランチよりも前からやられてるんでしょ。あ、もう信仰を持ってからめぐみのことを祈ってるのはもう全部そうなんですけど、あそこで一括してあらゆる教会の、教法問わずクリスチャンであれば、カソリックであってもプロテスタントであっても、とにかくめぐみちゃんたちのランチのことを本当にこんなことがあっちゃいけないって、日本がねこんなことで解くことができないってことを神様に祈って、きちんとした形にしてくださいねっていうことをね、そういう意味での祈り会をしようということになったのが最初なんです。もう祈りはもうクリスチャンはみんな毎週日曜日にみんな教会で祈りますから、毎日祈ってますからね、朝から必ず。はい、はい、どうも。話ちょっと戻っちゃうんですけど、櫛は普段はお父さんの歯だけの引き出しがあるんです。一番上のそこのところにも間違いなく必ずこれを一番端っこに置いて入れてあります。毎日出して、いや、そんなことお父さんは使ってましたよ。あ、今はもう大事にしとかない、どっか行きとったら大変だから、引き出しに入れてあります。タンスみたいな、歯だけ入れがこう何段もあるでしょ、それの一番上、お父さんの鼻切れのところだから、そこに入れてあります。その櫛を入れるものは特に最近届いたってわけで、いや、もっと前ですけどね、はい、そうだ、こんなのがあったわと思って前から出しておいたんですけど、皆さんにも見ていただこうと思って、せっかくね作ってくださったからと思って持ってきました。はい、どうもすいません、お待たせしました。読売新聞の水野と申します。今日は会長に参加していただきありがとうございます。もう先ほども話がちょっと出たんですけども、はい、先日アメリカの大統領選で民主党のバイデン候補が、当選を確実にしたということで、はい、あったんですけれども、アメリカ政府に、期待するところとですね、トランプ大統領が、米朝首脳会談で拉致問題のことを提起したりだとかということはあったと思うんですけども、はいはい、トランプ大統領に一言ということで合わせて伺ってもよろしいでしょうか。トランプさんに言う言葉ですか。あとバイデンさんに、一緒に新しいアメリカを設立したりする。それはもうただ拉致問題というのはもう大変な悪い問題ですからね。こんなことはどこの国に起きてもいけないし、特にうちのめぐみは特にその未成年で一人ですよね。またいらっしゃるかもしれませんけどね、なんか未成年者をそういうふうに連れていくということは日本でものすごい大きな罪になりますからね。そういうことをやっぱりきちっとしていくためにね、安倍さんも一生懸命言ってくださったんで、そういうふうな形に表して同調してくださる国々をもっとたくさん一緒になって動いていくっていうやり方をなんとかしていただきたいなっていう思いですね、今は。別にバイデンさんにそうお願いしますとか、トランプさんにって言っても、そんななかなか思うようにいかないんですよね。何でもそんな簡単にいかないんで、でも考えていってくださらなければ動いていかないことですから、できることはみんな言ってくださってるんで、何でもかかっていますし、分かってるはずなんですよね、これは。だからやっぱり一緒になって動いていただきたいと思っています。はい、たびたびすみません、明石です。これだけ長年拉致の問題なかなか動かなくて、政府も日本の人もみんな何か動かすきっかけをね、何か考えないといけないと思うんですよ。そうなんです、みんなで一緒に、はい。そのきっかけっていうのを、佐々木さん、その今、その一番何をきっかけにしてほしいっていうふうに思われてますか。やっぱり一番ずっと思ってるのは、やっぱりそのトップの人がね、トップ会談っていうんですか、そこのトップの人同士の話し合いっていうのはやっぱり一番大事だと思いますし、だからその話をさっきも申し上げましたように、全然その考え方の違う、もうどうにもこう折れ合っていかない考え方をしている国の
人に話していくっていう難しさがあるんで、なかなかそれが難しいのかなと思ってるんですけど、まあ、菅さんも拉致問題は必ず早く何とかしなきゃっていつもおっしゃってますからね、何らかの形でお話をしてくださって、早くトップ会談をして、どんなふうになるかそれはやってみないと分かりませんけどね、まあ、危険なことにならないようにだけは願いたいですけど、話し合いをまずしていただかないといけないと思っています。お手紙も入ってたから、これ、それか、あ、ごめんなさい。